ホットスプリングスは、アメリカ合衆国アーカンソー州中央部に位置する都市。州都リトルロックの南西約8 8トルに位置する。人口は35,193人。ガーランド軍一軍のみからなる都市圏は96,024人。その南に隣接し、ホットスプリングスから名を取った、ホットスプリング軍を合わせた。 広域都市圏は128,947人の人口を抱えている。ホットスプリングスという市名が示す通り、市は温泉で知られており、アーカンソー州切手の観光都市、保養都市となっている。しかし温泉はもともとは当時のためのものであり、バスハウスと呼ばれる温泉施設はヨーロッパのクアハウスに近い位置づけで、宿泊施設や娯楽施設とは、 別個に存在しており、日本の多くの温泉街とは異なり温泉そのものには、陥落的な要素は少なかったが、第二次世界大戦後に当時が、下火となっていった後、2000年代以降は、温泉リゾートとして、再生、発展を遂げている。かつて、19世紀後半から20世紀前半に、かけては違法ギャンブルが横行し、ギャンブル絡みの暴力事件が多発し、ギャングがはびこり、 姿勢も腐敗していた。しかし1967年に就任したばかりの州知事、ウィンスロップ・ロックフェラーが州警察を動員して違法カジノをすべて閉鎖に追い込み、オークローン・パーク競馬場だけが残された。また、ホットスプリングスは後にアーカンソー州知事、そして第42代アメリカ合衆国大統領となったビル・クリントンが少年期から、 高校卒業までを過ごした地としても知られている。ホットスプリングスの北約1 7トルには、全米最大のゲーテッドコミュニティで、人口統計上は、国勢調査指定地域となっている、ホットスプリングスビレッジが立地している。アーカンソー周辺における、エルナンドで外の探検ルート。今日のホットスプリングスがある地は、地図中では、タニコと記されている。 この地にヨーロッパ人が足を踏み入れたはるか以前から、この地には複数のネイティブアメリカンの部族が集い、湧き出る温泉を利用して体を癒していた。1541年9月半ばから10月半ばにかけて、スペイン人探検家エルナンド・デ・ソトとその一行は、ウォシタ側のほとりのこの地にあった谷子と呼ばれていたトゥーニ家族の村に1ヶ月ほど登留していた。 その最中、外の一行の馬が、村の近くに湧き出ていた、温泉水を飲んでいたと記録されている。これが、今日、ホットスプリングスと呼ばれている、この地における、ヨーロッパ人による、最初の温泉発見であった。そのおよそ130年後、1673年には、フランス人宣教師、ジャック・マルケット神父、及びルイ・ジョリーエがこの一帯を広く探検し、 不況に当たっていた。1682年には、ロベール・カブリエド・ラサールがこの地を含むミシシッピ川流域を広く探検し、フランスの領有権を主張して、ルイジアナと名付けた。しかし、フランスがフレンチ・インディアン戦争で敗れた後、1763年のパリ条約により、この地を含むミシシッピ川異性のルイジアナはスペインに割上された。 1800年、サン・イル・デフォンソ条約によってこの地は再びフランス領となったが、最終的には1803年のルイジアナ買収でアメリカ合衆国の領土に編入された。ルイジアナ買収直後の1804年、当時の大統領トーマス・ジェファーソンの友人で、ジェファーソンよりルイジアナの探検を依頼されていたウィリアム・ダンバーは、 住んでいたミシシッピ順州ナチェズからさほど遠くなく、またこの地の温泉の効能を兼ねてより耳にしていたこともあり、ホットスプリングスを遠征先に選び、フィラデルフィアから派遣された科学者、ジョージ・ハンターと共に10月にナチェズを立った。同年12月にこの地に着いたダンバート・ハンターの一行は、療養目的の訪問者が建てたと思われる一旨の、 マルタ小屋と何棟かの木造の小屋を見つけた。一行はこの地に12月末までとどまり、6箇所の源泉を発見した。1807年には、ルイジアナのプランテーション経営者、ジーン・エマニュエル・プルドームが療養のために、ホットスプリングスを訪れ、小屋を建ててこの地で2年間を過ごした。その後もこの地には訪問者が増え続け、1814年頃には、 ホットスプリングスには、こうした訪問者が建てた小屋が20棟以上、立ち並んでいた。しかし、常住人口は、まだ少なく、1820年の国勢調査では、すでに、アーカンソーを準修了になっていたホットスプリングスの、常住人口はわずか153人であった。1832年、連邦議会は、 アーカンソー順州議会と順州知事からの長年の訴えを受け、温泉と周辺の山をホットスプリングス保護区に指定した。この結果、温泉は連邦の保護下に置かれることになった。この保護区は1921年にホットスプリングス国立公園に改称され、全米最初の国立公園となった。1888年頃のホットスプリングスの 召喚図南北戦争はホットスプリングスに大きな打撃を与えた。南軍がピーリッジの戦いで敗れ、北軍が州とリトルロックに向けて進軍を始めると州知事ヘンリー・エム・レクターは州政府機能を一時的にホットスプリングスに移動させた。北軍がリトルロック占領を断念すると同年7月14日に州政府機能は リトルロックに戻された。住民の多くは、テキサス州やルイジアナ州に避難し、終戦までとどまった。翌1863年に北軍が、リトルロックを占領した頃、ゴーストタウンと化したホットスプリングスはゲリラ戦の舞台となり、略奪や放火が繰り返された。南北戦争が終結する頃には、ホットスプリングスの街には、建物が、わずかに残るのみとなっていた。 南北戦争が終わると、ホットスプリングスの復興は急ピッチで進んだ。1870年には、上住人口は1200人まで増え、源泉の周囲には再び、バスハウスやホテルが立ち並んだ。1875年には、この地域では、初となる高級ホテル、アーリントンホテルが開業した。1887年には、陸軍長官直轄の陸軍。 海軍病院がホットスプリングスに置かれた。20世紀に入る頃には、町には、東洋風の敷物、新中細工、宝飾品、衣服などを売る店舗も立ち並ぶようになった。交通の整備も進んだ。1875年には、カイロフルトン鉄道の駅があったマルバーンとホットスプリングスを結ぶ、ホットスプリングス鉄道が開通し、 ホットスプリングスへの訪問者はさらに増えた。1893年にはバスハウスの立ち並ぶセントラルアベニュー上を走っていたストリートカーが馬車から路面電車に変えられた。1900年にはリトルロックとホットスプリングスを最短距離で結ぶリトルロックホットスプリングスウェスタン鉄道も開通した。1878年の春。 ホットスプリングスの街は大火に見舞われ、アーリントンホテルや数軒のバスハウスは消失を免れたものの、街のほとんどは焼き尽くされた。これ以後、ホットスプリングスでは建築物の耐火性に対する関心が高まり、木造に代わってレンガ作りが主流になっていった。またこの頃、それまでホットスプリングスでは放し飼いにされていた豚、馬、ラバ、牛、 ヤギなどの家畜の放し飼いを禁止する条例が通された。その結果、ホットスプリングスの町はそれまでの素朴な田舎町の風景から一気に近代化した。1905年2月26日、ホットスプリングスは再び大火に見舞われ、市中心部のほとんど104エーカーにわたって延焼し、約400棟が消失した。 これを受け、2年後の1907年には、ホットスプリングスに建物を新築する際には、必ず外壁の材質に、石、レンガ、もしくは鉄板を用い、また基礎には、石かコンクリートを用いなければならないとする条例が、通され、木造建築物の新築は違法とされた。1913年9月6日、ホットスプリングスは3旅大化に見舞われた。 ダウンタウンの南東、陸軍、海軍病院の近くから出火した。この火事は、はじめは、南東方向へと延焼していったが、やがて風向きが逆方向に変わり、ダウンタウンへと燃え広がっていった。ホットスプリングス消防局だけでは足りず、リトルロックからも消防隊を派遣して、消火に当たったが、火は一向に収まらず、突然降り出した豪雨によって、やっと沈下した。 セントラルアベニューは炎症を防ぐためにダイナマイトで一部の建物を取り壊したため残ったがダウンタウンや市南部の大部分が焼け野原と化した。被害総額は600万ドルにも上った。この大火で8年前の大火の後も残っていた古い木造建築物はすべて消失した。この大火の当時ホットスプリングスでは8年前の大火からの復興の 最中であったため、復興は事実上一から、やり直しとなり、人員や資材にかかる費用は高騰した。陸軍、海軍病院、第二次世界大戦が開戦すると、ホットスプリングスの医師や、バスハウスの従業員は、志願や徴兵で従軍したり、近隣の軍事工場に借り出されたりした。また、温泉療養に必要な物資も不足するようになった。 1942年、陸軍、海軍病院では、傷病者を収容しきれなくなり、隣のイーストマンホテルを収容して、臨時の病棟にした。1944年には、ホットスプリングスは帰還した兵士の再配備センターとなり、同年8月には、市内のほとんどのホテルが、陸軍に収容された。帰還した兵士には、 財布認知に送られる前に21日間の歯科が与えられ、兵士たちはこの地で自分らの軍事記録を更新したり、以下、歯科の治療を受けたり、格安料金で入党したり、レクリエーション活動を行ったりした。終戦後、1945年12月に再配備センターは閉鎖された。1946年初頭 ホットスプリングスのホテルは民間に返還され、バスハウスでの入湯客数はそれまでで、史上最高の64万9270人を数えた。しかしそれは同時に、ホットスプリングスの当時場としてのピークでもあった。第二次世界大戦時中に発達した、抗生物質の技術により、治療目的での温泉の使用は減っていった。アメリカ社会は変化し、 19世紀にこの地で数ヶ月から数年単位の長い時間をかけて行われていた温泉療養のような長期の休暇は取りづらくなった。また自動車が普及し、一回の休暇で多くの土地を回れるようにもなった。アメリカ人の余暇の過ごし方も多様化し、温泉は高齢者のものとみなされ、若年者の間では関心が薄れていった。 こうした変化が重なった結果、1979年には、ホットスプリングスにおける入湯客数はわずか9万6千人にまで減少した。1962年にフォーダイスバスハウスが、また1974年にモーリスバスハウスが、閉館したのを皮切りに、その後11年の間に、次々に5件のバスハウスが閉館し、1986年には、 残ったバスハウスはバックスタッフバスハウス一軒のみとなった。しかし2000年代に入るとホットスプリングスは温泉リゾート地として再生発展を遂げていくようになった。2000年には1995年に一度は閉園したテーマパークマジックスプリングスクリスタルフォールズが再開園した。2008年には クアポーバスハウスが24年ぶりにその扉を開け、大型の温泉プールやカフェ等を備えた、現代型の温泉リゾート施設として、リニューアルオープンした。オーニーマドゥン、こうして使命が示す通り、温泉と共に保養地として、そしてリゾート地として、発展を遂げてきたホットスプリングスであったが、その裏には、黒い歴史もあった。ホットスプリングスにおける、 ギャンブルの歴史は1849年に遡る。1860年代には、ファロ、ルーレット、モンテバンク、キノなどでのギャンブルが市内の酒場やホテルで公然と行われていた。しかし、ギャンブルを職業とし、旅行者から金を巻き上げる者が出てきたり、ギャンブル絡みの暴力事件が多発したりと、治安が著しく悪化した。19世紀後半に、 ホットスプリングスを牛耳っていたフリン家とドラン家はギャンブルの権利をめぐって争いを繰り返していた。やがてその争いは1899年、死刑察官と軍保安官が対立しての市街地での銃撃戦に至った。1890年代、それまで公然と営業していた賭博場や売春宿に対し、市当局は罰金を科すという手立てに出たが、 効果はあまり出ず、その後も会員制クラブなどで違法ギャンブルが行われていた。20世紀に入ると、市の法執行は、長期政権となっていた市長オレオピー・マクラフリンと、そのマシーンに牛耳られ、市警察官や市長自身までもが違法ギャンブルを見逃し、あるいは自ら手を染めていたほどの事態であった。20世紀前半、市政の腐敗に加えて、ホットスプリングスの街には、 ギャングもはびこっていた。シカゴの暗黒街のボス、アルカポネは、ホットスプリングス切っての高級ホテルであった、アーリントンホテルを、潜伏先の一つにしていた。ニューヨークを追われた、オーニー・マドゥンは、1935年に、ホットスプリングスにたどり着き、この地にカジノを備えたホテルアーカンソーを建てた。その後も、トーマス・デューイに追われたラッキー・ルチアーノがこの地に、 逃げ延びてマドゥンにかくまわれるなど、全米のお尋ね者が次々とホットスプリングスに流れ着いた。第二次世界大戦が終わると、機関兵の一人で、元海兵隊中佐のシドマクマスを中心に、ホットスプリングスの町を浄化する動きが始まった。この動きの中で、マクラフリンは裁判にかけられ、また横行していた違法ギャンブルはなくなりこそしなかった。 物の影を潜めるようになった。この動きは1960年代に入り、ウィンスロップ・ロックフェラーに引き継がれた。ロックフェラーは1963年にアーカンソー州知事選に立候補し、一度は敗れたが、1966年に州知事に就任し、翌1967年に州警察を動員して違法カジノを全て閉鎖し、ギャンブル道具を 焼却処分した。その結果、オークローンパーク競馬場だけが、合法ギャンブル施設として残った。ホットスプリングスは、北緯34度29分50秒成形93度3分19秒、北緯34.49722度成形93.05528度、34.49722-93.05528 34. に位置している。市は、 アーカンソー州中央部、西部から、オクラホマ州南東部にまたがる、ウォッシュタ山地の東端南陸に位置し、州都リトルロックからは南西、約 88km である。市中心部の標高は 182m である。アメリカ合衆国国勢調査局によると、ホットスプリングス市は総面積85.5、警平方メートル、ガーランド軍1軍のみでなっている。 ホットスプリングスの気候は蒸し暑い夏と比較的温暖な冬に特徴づけられるアメリカ合衆国南部ではよく見られる気候である特に夏の日中は摂氏35度に達することも珍しくない冬の夜は氷点下に下がることもあるが日中は摂氏10度を超えることが多い降水量は1年を通じて多いが特に4月から5月にかけてが最も多く 月間1 5 0ト、mm、ルに達する。一方、8月から10月までにかけては、他の月よりも、やや降水量が少なめである。冬には、月間2から4トルとわずかではあるものの、降雪が見られる。年間降水量は1 3 8 0ト、mm、ル程度である。欠片の気候区分では、ホットスプリングスは、温暖湿潤気候に属する。 ホットスプリングス国立公園とダウンタウン周辺の地図ダウンタウンのすぐ北には温泉の源泉地帯となっている東側のノースマウンテン及び西側のウェストマウンテンといういずれも高さ300から400メートルほどの低山が連なっておりホットスプリングス国立公園に指定されているノースマウンテンとウェストマウンテンの谷間を通る セントラルアベニューには8軒のバスハウスが立ち並んでおり、バスハウスローと呼ばれている。ノースマウンテンの裏手からバスハウスローの地下にはホットスプリングスクリークという温泉水の小川が流れている。ダウンタウンはバスハウスローの南端を中心に線形に広がっており、東西約3キロメートル、南北約1.5キロメートルの範囲に収まっている。市の南には をした川をせき止めて作られた人造湖、ハミルトン湖が水をたたえている。ノースマウンテンとウェストマウンテンの裏手の谷、及びダウンタウンの南からハミルトン湖畔にかけては密度の低い住宅街が広がっている。ホットスプリングスの地下における温泉水の流れホットスプリングスの温泉は約4000年前に降った雨が地下2400メートルまで浸透し、 地中の鉱物が溶け込み、地熱で温められ、断層に沿って、ノースマウンテン南西6の地表へと湧き出てきたものである。源泉の温度は、摂氏62度で、油量は、日量、約265万リットルに達する。温泉の溶存物質の含有量は、総じて少なめで、日本の温泉法に当てはめると単純温泉に分類されうるものではあるが、シリカ、カルシウム、 炭酸水素塩は比較的多く含まれている。ホットスプリングスの温泉分析表を以下に示す。ホットスプリングスはシティマネージャー制をとっている。市長と6名の議員からなる市議会は市の予算を決定し、政策や条例を採択し、シティマネージャーを選定する市の最高立法機関である。市長は市議会の議長としての役割のほか 市政府機関や市民グループとの調整役も担っている。シティマネージャーは市議会の採択した政策に基づき、市職員や各機関の人事、監督や市の行政実務に責任を負う。市は6つの選挙区に分けられ、各選挙区から1名ずつの議員が選出される。市長は市議員とは別に、全市からの投票で選出される。市議員の任期は4年で、 二年ごとに半数が改選される。ホットスプリングスの玄関口となる空港は、リトルロックのリトルロック、ナショナル空港である。この空港には、デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッド航空、コンチネンタル航空の四大航空会社がすべて、就航しているほか、サウスウエスト航空と、US エアウェイズも就航しており、 各航空会社のハブ空港を中心に13都市16空港からの直行便が発着する。ホットスプリングスにも市中心部から南西約5トルにホットスプリングスメモリアルフィールド空港が立地しているがゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機の発着が主となっている規模の小さい空港で定期旅客便は シーポート航空によるメンフィスからのただ一路線が1日3便発着するのみである。ホットスプリングスには、週刊高速道路は通っていないが、週刊高速道路網が完成する以前は大陸を横断する大動脈の一つであった、国道70号線が、市の南をバイパスして通っている。ダラスフォートワースとリトルロックを結ぶ。 週刊高速道路 i-30 へは、国道70号線の支線である国道270号線が、ホットスプリングスから、南東へ、約3 1トルのロックポートで接続している。国道70号線本線は、市の東約3 8トルリトルロック南西港のベントンの西で、i-30 の東港に合流しており、リトルロック方面へは、こちらの方が、 近道となる。ホットスプリングスに、最も近いアムトラックの駅は南東へ、約33キロメートルのマルバーンにあり、シカゴとサンアントニオを結ぶ、長距離列車テキサスイーグル号が、北港、南行とも1日一便停車する。また、ダウンタウンの南端には、グレーハウンドのバスディーポがあり、リトルロック、メンフィス方面とダラス方面のバスが発着する。 リトルロックからは、所要約60から80分である。ビル・クリントンの母校、ホットスプリングス高校の旧校舎ホットスプリングスには4年生大学こそ、存在しないものの、市の中心部から西へ、約10キロメートルには、ナショナルパークコミュニティカレッジがキャンパスを構え、地域に密着して、職業訓練や、4年生大学への編入を目指した。 高等教育の機会を与えている。同学は1973年に設立されたガーランドカウンティーコミュニティカレッジと1969年に設立されたクワポー職業技術学校ホットスプリングス校を前身とし2003年に現象で両校を統合してできたものである。同学には約3000人のフルタイム学生が在学しているほか パートタイムや生涯学習の学生も2000人ほど通学している。ホットスプリングスにおける K12 課ほどは、ホットスプリングス学区、レイクサイド学区、ファウンテンレイク学区、カッターモーニングスター学区の4つの学区の管轄下に、ある、公立学校によって支えられている。これら4つの学区を合わせると、ホットスプリングスには小学校8校、中学校2校、 高校5校の公立学校がある。また、これらの公立学校に加えて、ホットスプリングスには、私立学校も8校立地している。ビル・クリントンは、1964年に、ホットスプリングス学区のホットスプリングス高校を卒業した。また、市の中心部から北へ約1.5キロメートル、ウェストマウンテンの裏手には、ビル・クリントンが、 州知事時代の1991年に州法を、通し、ノースカロライナ州ダーラムのノースカロライナ理数高校に習って設立したアーカンソー分理数高校が立地している。同校は、モデルとしたノースカロライナ理数高校同様、全寮制で、修全度から選抜された生徒を集めて、文科系、理数系の両方において、高度な教育を行い、高校でありながら、 アーカンソー大学システムの一部に取り入れられている。卒業生の多くは、アーカンソー大学、フェイエットビル校をはじめとするアーカンソー州内の州公立大学に進学するが、中には、ハーバード大学やスタンフォード大学など、州外の一流私立大学や空軍士官学校に進学する、卒業生もいる。 ダウンタウンの北、セントラルアベニュー沿いに8軒のバスハウスが軒を連ねる。バスハウスローは、ホットスプリングス国立公園に指定されている。区域内にあり、国家歴史登録財及び、国定歴史建造物に指定されている。しかし、京バスハウスとして営業しているのは8軒のうち2軒だけである。そのうちの1軒、南から2軒目にある、バックスタッフバスハウスは、 1912年に開館し、1970年代から1980年代にかけて、他のバスハウスが相次いで閉館する中でも唯一営業を続けたバスハウスであり、現在も当時を目的とした伝統的な入湯法に基づいたサービスを行っている。日本の医師で随筆家でもある向井牧夫は、妻で宇宙飛行士の千秋と共に、 ホットスプリングスを訪れた際に体験した伝統的な入湯法について自身の著書謎の一線と効果真実は細部に宿るイン USA にて次のように述べているアメリカで温泉に入るというのはあくまでも病気の治療をするためってことなんだなぁできっちり決めたスケジュールに沿って入らなきゃいけないわけだ病気でもない人が 温泉に入ってくつろぐなんて発想は花からないみたいだ。一方、もう一軒、南から4軒目に立地している、クワポーバススパは、1984年に一度は、閉館したものの、2008年にリニューアルオープンしたバスハウスで、バックスタッフバスハウスとは異なり、温泉プール、カフェ、エステティックサロン、レセプション会場、土産物屋を備えた。 現代型の温泉リゾート施設となっている。このクアポーバススパの北隣に立つフォーダイス、バスハウスは、現在では、ホットスプリングス国立公園のビジターセンター、および博物館になっている。バスハウスローの東に連なるノースマウンテンと、西に連なるウェストマウンテンも、温泉の源泉地帯として、ホットスプリングス国立公園に指定されている。 ノースマウンテンの頂上には高さ65.8メートルのホットスプリングスマウンテンタワーが建っておりホットスプリングスの街を一望できる展望台になっている。また市内に6カ所ある陰線場も国立公園局の管理下に置かれている。2010年アメリカザビューティフルクォーターというプログラムが始まり各州を代表する国立公園等が 裏面に描かれた25セント硬貨が造幣局より順次発行されることになった。ホットスプリングス国立公園は全米で最初の国立公園であることからアーカンソー州を代表して適用第1号となり2010年4月19日裏面にホットスプリングス国立公園本部の建物が描かれた25セント硬貨が発行された。 ガーバンウッドランド植物園内の日本庭園市の西、ナショナルパークコミュニティカレッジの北隣には、中部アメリカ科学博物館が立地している。道館は、バーチャルリアリティ、建築、工学、エネルギー、動植物など広い範囲にわたる、見て、触れて、知ることのできる展示物を100種以上展示している。道館は1979年に開館し、2001年には、 アーカンソー州内の博物館としては初めてスミソニアンアフィリエートに認定された。バスハウスローの北500メートルから1キロメートルほどのところにはギャングスター博物館が立地している。同館はかつてホットスプリングスがマクラフリンとそのマシーンに牛耳られギャングがはびこっていた頃の黒い歴史とそれにまつわる展示物を展示している。市の南 ハミルトン湖畔には210エーカーの敷地を有するガーバンウッドランド植物園が立地している。アーカンソー大学の所有する、この植物園の森の中には、ウォした産地を模した岩場や小川、滝が作られており、四季折々に様々な花が咲く。園内には日本庭園や野外劇場もある。また、園内に設けられている礼拝堂では結婚式も執り行われる。 市の北西、ウェストマウンテンの裏手には、1902年に開園し、現在では200匹以上のワニを飼育している、アーカンソーワニ園が立地している。市の東にはマジックスプリングスクリスタル、フォールズというテーマパークが立地している。同園は、ローラーコースターや、カルーセルなどのアトラクションが集まる、遊園地と、柿営業のプール、および、野外劇場を有している。 同園は1970年代後期に開園し、1995年に一旦閉園となったが、2000年に再開園した。市の南に立地するオークローンパーク競馬場は、ホットスプリングスの違法カジノがすべて閉鎖に追い込まれた後も、唯一合法ギャンブル施設として残った競馬場で、サラブレッドの平地競争のみを行っている。 1936年から続いている伝統のアーカンソーダービーは同競馬場最大のイベントであるのみならずケンタッキーダービーへの登竜門ともなっている GI 競争で中部地区の3歳母馬にとっては非常に重要な競争である。また毎年3月末から4月初頭には4歳以上の貧馬を対象とした GI のアップルブロッサムハンデキャップがこの競馬場で行われる。 毎年6月に行われるホットスプリングス音楽祭は音楽の祭典であると同時に音楽家の教育も兼ねており世界中からプロを目指す還元楽室内学の演奏家や指導にあたる音楽家が集まる期間中には延べ20回ものコンサートのほか250回にも上る公開リハーサルが行われるまたホットスプリングスでは クラシックの音楽祭だけでなく、毎年9月に行われるジャズ祭やブルース祭もある。毎年10月には、ダウンタウンに立地する歴史ある、マルコシアターで、ホットスプリングスドキュメンタリー映画祭が開かれる。以下に、ホットスプリングス市における1860年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ホットスプリングスの姉妹都市毎年。 花巻市の温泉街ホットスプリングスは、花巻市と姉妹都市提携を結んでいる。温泉都市という共通の特徴を持つことから、漁師は1993年1月に姉妹都市提携に至り、2006年に平成の大合併で、花巻市が周辺町村と合併した後も提携を継続している。漁師は、小、中、高校生の交換留学をはじめ、 様々な形で市民レベルでの交流を深めている。また、ホットスプリングス市側はシスターシティジャーナルという機関紙を発行しており、交流の様子や花巻市の文化を伝えている。なお、ホットスプリングスの姉妹都市は花巻市一都市のみである。ありがとうございます。